初から競争力のある間取りに加工前提で買わなきゃいけないから、裏を返せば、はい、絶対にやっちゃいけない間取りっていうものは買ってしまったら大損します。皆さんどうも、不動産兄の小林大輔です。小林さん、はいよ。賃貸経営の視点からですね、まあ、物件をこう選ぶときに、うん、間取りって、まあ、あらかじめ気にしないと取り返しつかないことになったりしますよね。もちろん賃貸経営って不動産投資においてさ、はい、間取りってめちゃくちゃ大事なポイントで、何かというとさ、元本機能しない不動産を他人資本を目いっぱい入れて、はい、時間をかけて自分のものしてるでしょ、はい、同じ金額で売れるものを、はい、人の金で買って人の金で返すっていうのが不動産投資の肝なわけよ。ってなったときに、はい、間取りっていうのは入居者さんにさ選ばれる間取りじゃダメじゃん、はい、ってことは、うん、そもそもこれがダメなものであれば、はい、この事業の根幹を揺るがすようなさとんでもない事態になってしまうっていうことですよね。間取りだと後から変えようにも変えられなかったりっていうパターンも結構多いですよね。そうだね。そもそもこれ一番ポイントは、最初から競争力のある間取りに加工前提で買わなきゃいけないから、裏を返せば、はい、絶対にやっちゃいけない間取りっていうものは買ってしまったら大損しますっていうことですね。そういう間取りがあるわけですよね。最悪な間取りめちゃくちゃあるけど、わかりやすく今日はね3つにまとめた、ね、何が何でも避けなきゃいけないってことですね。この3つはわかりやすく買っちゃいけない3つだからっていうことですね。このチャンネル見て皆さん絶対買っちゃいけないよっていうことですね。そう、実はこれ僕も3つ台本で見てるんですけど、これ買っちゃいそうっすマジで買っちゃいそうなんだ。まあだけど買っちゃう人もいっぱいいる。やっぱそうですよね。視聴者の皆さんこれ見ないと多分買っちゃうんで、うん、ぜひちょっと3つは必ず見ていただければと思います。 OK、 今日はね、不動産投資における買ってはいけない間取りについて徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。1つ目、 16.5 平米の3点ユニットのワンルーム。 16.5 平米っていうのはよくあるからですか？ちょっと昔、はい、レオパレスさ、レオパレス、はい、めちゃくちゃあったんだけど、はい、分かりやすくて名古屋でもさ、森山区とかにさ、利回り 15% って、名古屋の森山 15% で割安じゃんって見ると、だいたいレオパレスの 16.5 平米の3点ユニットの全空きで売ってる。これなんでかっていうと、だいたい 16.5 平米の間取りを作ってしまうケースってどういうことって、はい、ハウスメーカーのサブリス前提のハウスメーカーな、はい、大東建託、東建コーポレーションとレオパレスみたいな、はい、うちだけ出してもらったら税金まかりますっていうシステムを提案している会社ね、はいはいはい、でこういったような会社がよく収益性をよく見せるために目いっぱい部屋を取るんだよ、はい、部屋が多い方がさ賃料が増えるじゃん、はいはいはい、競争力考えたら中なんてファミリーが作っちゃダメなんだけど、はいはいはい、ファミリーなんて個数減るからさ、はい、相対的な収入が減るで、はいはいはい、で個数分けるわけると相対的な収入増えるでしょ。シミュレーション上はって話になるんだけど、はい、だから若いものを作ってサブリスで回すわけよ。なんでじゃあ森山区にこの間取りでさ全焼きの物件がよく売りに出るかって話なんだけど、はい、サブリースっていうのは2年で見直しになってるから、はい、とりあえずは建てました、騙されて建てました、あのシミュレーションがいいからね、うん、2年に1回賃料更新下がってんじゃん、埋まんないんだわ、はい、下げていきましょう下げていきましょうって、はい、でなったら地主さんも怒るわけ、話が違うと。レオパレスからしたら契約に書いておりますけど、はい、揉めるケースがいっぱい、はいはい、で最終的に揉めてもう解約だって言ったら、はい、今入ってるのは天体借契約って言ってさ、はいはい、地主さんから丸々借り上げてレオパレスが、うん、そこから先に小分けにして貸す契約になってるから、うん、ここが大家さんになってる実質、そう、はいはいはい、ここと解約するんだったらこの先は全部出してから解約しますからって言って、はいはいはい、全部退去させて返すスってなってるから全焼き出てる、はいはいはい、最悪っすね。そうそう、だからそうなると本当売りに出る案件って全焼きだったらローンが払えないじゃん、はい、だから他でローンが払えてもうよほどレオパレスに腹が立ってる地主さんが売りに出してるなっていうのはそこまで読み取れるわけ。裏を返せば 16.5 平米の狭い窓で3点ユニットっていうのは風呂とトイレが一緒で洗面台も一緒っていう日本が編み出したすごい小スペースなさ、未来の間取りって呼ばれた小スペースな機能性が高い間取りなんだけど、あれもすごい効率的に考えられてるんだけど、外国人が見たらびっくりするんだけどさ、はい、コンパクトだっつってな、はい、ただ今一人当たりの占有平米が広くなってる日本ね、人口減少によってさ世帯数が減少していくわけってことは一人当たりの占有平米がどん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 広くなって、そんな中でこの 16.5 平米しかも3点ユニットのさ競争力のないモデルは絶対に買ってはいけない間取り。レオパレスに限らず客付けには失敗しそうな、そう、俺今分かりやすくレオパレスの話出してるけど、はい、こういう企画を立ち上げる地盤のホーム店もいっぱいいるし、はいはい、分かりやすく言うとさっきの話なんだよ、
ミュレーション上は個数多く取れた方がパフォーマンスは高いよね、うんうん、シミュレーション上はね、そうそうそう、客が入ればってことですね、そうそうそう、だけどそれに騙される地主さんが悪いんだけどさ、うん、だけどもう 16.5 平米でファイトができるエリアっていうのは、ギリギリそれこそ中野坂上とかさ、うん、中目黒とかの本当の超都心だね、はいはい、そういったところは相対的にこれ賃料は相場が高いからさ、面積が狭くなると相対的に安く出せるじゃん、うん、そういったようなニーズ、すごい利便性がいい場所で、うん、相対的な賃料の総額だよな、それを下げるために賃料負担、いわゆる生活コストを下げるためにそこを選ばれるっていうニーズがあるから、本当に日本の中でもごく一部を省いて、この 16.5 平米の3点ユニットは絶対に買ってはいけない。なるほど、平米数がもう少し大きければ選択肢が、あ、いい質問、いい質問。基本的にこれ単身のこれワンルームってカテゴリーなんで、はい、単身にまつわる話は最低でも25、よく言えばもう30行きたいけど30にならないから、割と新しいじゃないとないんだよ、はい、28とかね、だから20とか20前半ちょっと考える、はい、場所が良かったら行ってみるよ、はい、場所が良くなかったらやめるな、それだけ需要のトラフィックが集まる阪神でね、はい、場所の都心だったらギリギリ考えるけど、もう20切ったらしんどいと思った方がいい、地方は絶対買っちゃった、都心でもそれぐらいの基準だった、そうそう、ね、迷うっていうところ、それこそ渋谷に近いとかさ、はい、三軒茶屋近いとかって、もういわゆる単身需要が下北沢とかさ、はい、そういったとこだったら20切っても駅近だったらまあありかな、はいはいはい、全然 OK 行こうぜとはならない、ならだから本当に25は欲しい、だから22で迷う、20切ったらとよほどの場所じゃないと、はいはい、中目と歩3分なら俺も買ってもいいけど、うん、っていうそういう世界、はいはい、よっぽどカバーできるものがない限り、そう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 、もうね、ないは賞を兼ねるからさ、はい、賞はどうしようもないから、さっきのレオパルスなんかもさ、やるとしたら壁ぶち抜いて日本一みたいにするしかないんだよ、はい、俺めっちゃ大変だから、構造の柱が走ってるからさ、はい、これを抜くのって構造計算必要だから、うん、すっげえ難しい、それ考えたら新しいの建て替えた方が早いってなっちゃうんです、はいはい、そもそも 16.5 平米の3テニットは買っちゃダメです、わかりました、はい、ありがとうございます、うん、二つ目、間取り表記に対して平米数が少ない間取り。これはどういうことですか？うん、これよくあるんだけど、はい、例えば 2LDK っていう表記があったけど、実際に平米数が50平米とかさ。狭いですか？かなり。そう、これね、2LDK の表記する場合、最低60超えたらしんどいです。62からも、はいはい、メインゾーンで65。それぐらいなんですね。なんだよ。はい、それよりも小さいっていうのは、はい、実は 2LDK の中で競合するんだけど、はい、ネットの検索でね、はい。狭いからさ、当然みんな広いとこから選んでいくから、不利なんだ、はい。基本的にね、これ 3DK がコンバートされて、2LDK になるし、2DK がコンバートされて 1LDK になるね、うんうん、なんだけど 2LDK 表記をするんだったら、はい、3DK で50平米って割とあるんだよ、もうめちゃくちゃ市場であるんだよ、はいはい、3DK はね、はいはい、3DK で50平米のメインゾーン、 2LDK 表記のメインゾーンって62から5なんだ、あそこにギャップがあるわけです、ね、そういうこと、はい、2LDK でいいじゃんってその間取りだけでさ、はい、判断するのは早すぎて危ないわけですね、そうちゃんと要は 2LDK 表記をするんだったら、うん、ミドルゾーンが65ってことはミドルだからね、はい、当然73の 2L でも広めない、うん、だからそこはちゃんと見極めなきゃいけないし、うん、1L でもさ35平米で 1L とかって抜かすバカな物件があるわけですよ、はい、バカと30平米の 1K とか 1L とか普通にあるからね、はい、最低でも45ないと 1LDK 表記しちゃダメなんで、最低40、最低40、はいはいはい、だから35とかさ40いかないような広さで 1LDK 表記してると多分回らない、競合がだってそれだけあるからさ、はい、みんな今時ネットで検索するでしょ、はい、でネットでこう間取りでいくと絞られる、フィルタリングされるわけでさ、はいはい、そこではやっぱりさっき言った間取り表記に対しての平米数が少ない物件っていうのは何らかのさっきのニコイチとかさ壁を壊して広くしたいとかいろいろ考えるんだけど、部屋の広さが変わんないじゃん、はい、だから結局大は小を兼ねるから、この間取り表記に対して平米平米数が少ない物件は手を出してはいけない。2LDK は60平米以下、1LDK は45平米以下はもう絶対に。そうだね。よく62ぐらいいけるよね。よく言うと65とか。60ギリギリなんだよ。だいたいメインゾーン62から5だから、はい。60って言うとちょっとね、しんどい。ちょっとしんどいかな。ちょっとしんどい。はい、最低に2でもギリギリだ。5でまあまあミドルゾーンだよね。あ、それぐらいのイメージか。そうそう、2L はな。だからそこは必ず間違って買っちゃうポイントだから。はい、はい。だって間取りだけで、いけるじゃんみたいな。いや、思っちゃいますよ。だってレントロールクレスタとってさ、平米数書いてなかったりするから、はい、必ずその物件検討する際に、レントロールプロデューサーさんには平米数も入れてね、うん。もっと言うと契約シート、周期とかさ、礼金敷金とか AD とかさ、うん、そこまで全部聞いた方がいい。細かく情報は確認して、平米数も絶対見とけた。ミニマム。っていうことですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、
3つ目、必要設備がない間取り。これってどういう設備なんですか？いくつかあるんだけど、はい、洗面台でしょ、脱衣スペース、あとユニットバス、屋内洗濯機置き場、居住人数あたりの収納、日当たりだけあるんだけどね。このあたりの設備がないと競争力が担保できないみたいな話、ね、そうそうそう。今ちょっと列挙した設備ってミニマムなわけよ。なんで俺がここで論じてるかっていうと、はい、ない物件って普通にあるからね。この間あったのが、はいはい、洗面化粧台がない、まあ、いわゆる3点ユニットのさ、トイレは別なんだけど、はいはいはい、トイレ別ならいいじゃんって言って飛びつける物件があるんだよ。風呂とさ、洗面が一緒のケースってある。あ、割とありますよね。あるんだ、はい、そういう物件って洗面台別じゃないと女性まず入んないから、はい、嫌がるんですね。日本の人口の半分は選ばないんでしょ。そういうことになりますよね。っていう話。音が全然選んじゃいそうですけど、女性は嫌がるんですか？女性絶対ないから。あと本当脱衣スペースがあるないとかもあるし、これ一個一個言うと、洗濯機置き場だってさ、古い物件なんか外にあるから、はい、ってことはどういうことかというと、はい、洗濯機をさ、中に入れれるかどうかっていうのを考えてなきゃいけないわ、はい、入れられないんだったら物件買っちゃダメだし。で、あとは一人当たりの収納な。収納も地域によるんだけど、一人やっぱり1軒半ぐらい必要って言われてるから。1軒半、押し入れ1軒と半分ぐらい。小さい物件ではそんな絶対ないから。確かにない物件結構あるんでしょ。だからそうなると、さっきも言ったけどさ、はい、都心でそれだけの需要が顕著にある場所、はい、で 16.5 平米の3点ユニットって、もしくは今存じてるこの設備がないものっていうのはどうするかというと、うん、はい、例えばまあ空間をどう使うかとかになるわけ、はい、棚を作ってあげるとか、うん、あのガチャ棚って知ってるか、はい、ガチャ棚って言ってさ、レールがこう2つあって高さが変えられる。あ、はい、ガチャ棚のレールつけてあげるとか、はいはい、自分で好きにできるようにしてあげるとかさ、はい、っていうような工夫をしないと埋まらない、はい、だけどそもそものそれは場所が良くての話だから、はい、最初からそういうところも買っちゃいけないし、うん、この今ある設備を包括ができないんであれば買っちゃいけないってこと。これってあらかじめ買う前からこの辺は設備実装できそうだなみたいなのって、うん、内見とかで判断できる？もちろんもちろん。まずは間取りだよな、はい、間取りで簡単に言うとさ、はい、俺なんかだったらまあパイプシャフトがどこでとかさ、はい、トイレ動かすの大変だから、はい、トイレがここでしょみたいなさ、はい、ここからこう配管こそはこう通ってるからこれを動かせるなとかって考えるんだけど、はい、あとはまあ現地に壊せる壁かどうかさ、全部確認していくんだけど、うん、はい、この3つ目で論じてる設備がないものはどうやって入れるかどうかだし、はい、入れないものは買っちゃうよね。あと一番最後に言った日当たりってあるでしょ、はい、これ一番重要で、よくさセミナーでごめんなさい、どんな設備入れたらいいですか、劣化しない設備入れなさいってよく言ってた。システムキッチンとかってさ、当然ミニマムで入れていかなきゃいけないけど、うん、劣化して交換しなきゃいけない。だけど、はいはいはい、日当たりって劣化しないじゃん、はい、ってことは、まあ、新築作るときはそうやってうまく日当たりが取れるのを作らなきゃいけないし、もっと言うと物件買うときも日当たりはさ劣化しない設備をしながら、はい、人気があるのは日当たりが悪い物件と日当たりがいい物件だったら、うん、絶対日当たりがいい物件がいいに決まってるから、うん、だからそういったような物件を選ぶ。裏を返せば日当たりが悪い物件は客付けにしんどくなる可能性があるから、はい、は非常に注意しなきゃいけないポイントってこと。例えばじゃあ北向きとかだった時点で、そうそうそう、割と競争力落ちちゃう。北向きよりも隣の建物がめちゃくちゃ寄ってるとか、普通にあるから、まあ、確かに日当たり以外に圧迫感があるとか、そうそうそう、景色がどうとかだし、あとね、本当都心の中野とかでもあるけど、半地下の物件あったじゃん。ああいうのでも、はいはいはい、やっぱり日当たりを見るね。半地下の物件だったら、はいはいはい、この間ねケースで出したやつなんかは、うん、日当たりと風通しが良かったから、うん、それはどうって判断をしたりです、はい、この日当たりっていうのはめちゃくちゃ大事だから、うん、物件の臨地がさどこまで来てるかっていうのはちゃんと見た方がいいっていうことですね、うん、じゃあまあこの設備は、まあ、地方だろうが都心だろうが割と実装できるかどうかは持ってて、ね、そう、これはそれが入ってるものは買ってはいけないっていうことになる、っていうことになる。なるほど、うん、これ一つでもかけたらもうやばいっす、ね、俺は絶対やらない。もう絶対なんですね、うん、それを上回るアドバンテージがあるんですよ。渋谷から電車で十何分で、はいはいはい、駅徒歩5分とかさ、うん、まあまあ地形じゃん。そのレベルってことですよね。そういうことなんだ、はいはい、そのレベルじゃないとしんどい。渋谷から15分ってめちゃくちゃいいっすけど、例えば、うん、日吉で駅から5分、日吉5分だったらこれ実は、はい、日吉は日吉で駅の特性があって、はい、あれ慶応大学があるんで、駅の半分慶応大学、あ、そっちの客付けが期待できるとで、基本的に日吉の駅の特性として、はいはい、駅降りて南の方は慶応大、はい、北の方は住宅地が放射状に広がってんだよ、はい、商店街、はい、だけど駅徒歩圏内は商店および単身しかない、うん、だからあの簡単に言うと今全然 16.5 平米あるんだよ。そこに入っちゃう、そうそう、全然入っちゃうし、うん、で日吉が何がすごいっていうとさ、はい、東急目黒線とかさ、はい、地下鉄の三田線とかさ、はい、南北線とかっていうのは6路線ぐらいアクセスができるから、はいはい、いわゆるそこに通う法人のさ、阪神の男性もターゲットとして取り入れることができるから、はい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 、日吉は全然ありだったりする。ありなケース出しちゃいましょう。っていう話だ。出しちゃいましょう。例えば、練馬とかな。
ちょっと杉並区のちょっとバス便とかさ、そういうのはまあ確かによく出るんで、杉並のさ、ちょっと離れたところとか普通に出るの。土地がいっぱいあってるから、はいはい、自立さんが騙されて、狭いさ、単身作ってるといっぱいあるんだよ。無理やり客付けしなきゃいけないから、そういったところは見送りかな。なるほど。その辺は全然アドバンテージにならないってことですか？ならない、ならない。とにかく駅地下とか、広島県線と本当にアクセスがさ、東横線は基本的にいいんだけど、はいはい、だって渋谷とさ、横浜の真ん中にあるわけじゃん、はい、めちゃくちゃいいんだけどね。はい、だからそうじゃないところは注意をしなきゃいけないし、みんなさ、同じ賃料だったら広い部屋選ぶじゃん。まあ、それはそうですよ、ね。いや、狭くてもめちゃくちゃこの場所がいい。だったら住むよね。その辺はじゃあ、それぞれの地域の特性とか、ターゲットをこう考えたときに。個々で違うじゃん。そうですよね。物件全部出てきた個々に違うし、ね、もっと言うとこの YouTube チャンネル見てください、ね。皆さんがさ、どのぐらいのリスク強度で、どのあたりをターゲットしてるかによって変わる。はいはい、だけど、基本的な物件に対しての買ってはいけない本質は今日のこの3つなわけです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。本日の動画のまとめです。はい、今日はね、絶対買ってはいけない間取りって定解しました。で、一つ目が 16.5 平米の3点ユニット。これ絶対買っちゃいけないね。はい。二つ目が間取り表記に対しての平米数が小さい物件。これも買ってはいけない。三つ目が必要な設備がそもそも実装ができない物件ね。この三つ買ってはいけないっていう解説をしました。基本的に我々のビジネスというのは元本毀損しない不動産を他人資本を目いっぱい入れて時間をかけて自分のものにしていく。要は同じ金額で売れるものを人の金で買って人の金で返しなさい、時間かけて自分のものにしなさいっていうフレームワークなわけ。ってことはどういうことかっていうと、ちゃんと客付け競争力が担保できなきゃいけないね。もう2030年問題で国がもうはっきり言っている人口減少で土地が無価値化していくってことはさ、当然物件も余っていくわけさ。ってことは同じ金額であっても当然広いものが選ばれるし、同じ金額であっても設備がないなんていうのはもう戦闘力すらないわけ。あ、そうですね。度合い立ってないみたいな。そうそうそう。だからそんなものをそもそも検討してる時点で時間の無駄だし、でも物件って普通にそんなの出てくるからね。これ売っちゃいけない物件ですけど、うち預かりませんなんていう不動産屋さんいないから、はいはい、普通に市場にはあるから、うん、今日の本編しっかり見返してもらって、ぜひねこのチャンネル見ていただいている皆さんは買ってはいけない3つの窓にね確実に押さえていただいて、はまらないようにしていただけたら嬉しいですということですよね、うん、引っかかりそうだけれども、うん、引っかかったらアウトな罠が市場に転がってる。そうそう、だからこれ言われないと分かんないじゃん。分かんないです、はい、知らないとこれ分かんないじゃん。いや、引っかかりますよこれ。そうだろう、引っかかるとか買っちゃいます。いや、そうそう、はい、あとはね、逆にセールストークだな、はい、こういうようなそのドボン部分があってもさ、はい、セールストークでさ、はい、いろんなこと言ってくるから、うん、まあね、仲介業者に売りたい、売るのはしょうがないな、うん、まあそれしょうがないんだけど、うん、だけど我々は我々でやっぱり投資判断をして買うのがゴールじゃなくてさ、はい、買って運用していってきっちり返済して最終的に大きな資産を構築するのが目的なわけじゃん、うん、だからそこはやっぱりこの今日の動画めちゃくちゃ大事な動画でね、うん、ぜひ何回もね見返していただいて、自分もこんなヒヤリハットがありましたっていうのをコメント欄にねたくさん入れてくれると嬉しいです。はい、お願いします。はいよ、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さん、今までで一番ボロかった部屋ってどんな部屋でした？住まれてた部屋で。あー、それで行くと大学生とか。大学生。大家さんには申し訳ないんだけど。はいはい、そうですね。あ、お世話になったんですね。はいはい、もうね、実は、何年前かな、その俺、東海大学で、はい、鶴巻温泉という駅に住んでた。あー、わかります。鶴巻温泉の高速が走っててさ、高速の沿いで、家賃3万3千円だった。おー、はい。なんだけど、ちょっと前通ったらアパートなかったけどね。あー、ボロすぎて。多分大概して、まあ、俺がだって大学生の時に、あの、大家さんおじいちゃんおばあちゃんで、俺が在学中に大家さんのおじいちゃんを他界されて、お線香あげに行った記憶があるから、はいはい、息子さんがさ、それこそ理工の研究非常に勤めてらっしゃる、はい、俺が確か退去するときは息子さんが立ち会ってくださって、はい、退去清算した記憶があるんだけど、うん、あの物件は本当家賃3万3千円でさ、はい、洗濯機もさ廊下にあってさ、はい、それこそ昔はさ iPhone とかさ iPod とかないから、はい、いわゆるステレオコンポってやつなわけです。そういう時代、そうそう、はいはい、そういう時代、パイオニアのステレオコンポってやつなわけです。それをそれこそ当時俺が高校卒業して下宿するときに、はい、あのうちの親父とさ一緒に車で行ってたな、はい、昔はナビもないからな、はい、うちの親父は JAF で地図を買ってたな、はいはいはい、真壁ルートを確認して、ね、浜松のなんかサービスエリアで食ったうどんが汁がさ色が濃くてびっくりした記憶があるんだけど、ね、うどんの汁が濃いみたいなさ、はいはいはい、っていう記憶があるんだけど、はい、その時にまあ親父と、まあ、行って親父がその下宿のものも買ってくれるじゃん。その時に鶴巻温泉駅前だったら L 商会っていう電気屋さんがあって、ほうほうほう、そこでコンポをさ買ってくれたんだよ、はいはい、ね、それとコンポが置いてあったんだけど、例えば CD かけるじゃん、 CD だから昔はね、はいはい、ちょっと音をでかくすると、はい、トントントンって来るわけ。
はいはい、ガチャッと開けたら、おまわりさんで。はい、おまわりさんいきなり。下の人がうるさいって、はいはい、すいません、みたいな。はい、で、なんか、もともとは学生のみのアパートだった。うん、で、下は先輩が住んでる、挨拶とかさ、はいはいはい、すごい色々よくしてくださって先輩いて、はい、会うじゃん、やっぱさ。はい、はい。もちろん、なんかね、みんな全員大学生だからさ、はいはい、先輩じゃん、うん、だけど、やっぱ空室が続いて、なんか社会人いるようになったんだよ。日雇いのおっちゃんみたいな相手です。はいはい。で、寝ないとそれはしんどいやん。夜中にさ、ポンポンガンガンやったら、ガンガンやってるつもりないんだけど、まあ要は床が薄いんだろう、まあ、まあ聞こえちゃうんだ、ね、壁もさ、普通に隣に鉛筆落としたら聞こえるみたいな。それ結構聞こえる。そういうやつなんだ。はいはい、だから、まあ本当に今のね、過去住んだ一番ボロい物件で言うと、もう隣でこう、ね、なんか落としたら聞こえたりとかさ。はい、まあ今思えば、地震来る来るって言われてるのに、はい、地震が来るあのエリアで、あんなパシャンって言っちゃう今のところに住んでたら、自殺行為だなって思うんだけど、はい、あそこが、まあ一番俺の中ではボロい物件。なるほど。うん、まあ思い出深い。思い出深いね。はい、そうですね。うん、ありがとうございます。はい。